ヘイヨー、ケンツメッシー。実際今日もくらやっていくんですけど、今日はですね、このファルチェってカードに注目してたんですけど、先ほどツイッターでね、公式のセスっていう、方がですね、バランス調整に関していっぱいツイートしていただといったところで、こちらキーグさんですね。キーグさんって方、概要欄にツイッターのリンク貼っておくので、よかったらフォローしてみてください。翻訳とかしてこう、なんだろ、情報とか分かりやすくまとめてくださる方なので、見ていきたいと思います。明日バランス調整発表します。その前にトリトンとファルチェに関して一言。1年以上前、新カードリリースする際に OP の状態、強い状態でリリースすることは良くないという判断に至りました。まあ要するに見習い深淵隊だったりとかゴーストケンツメシのね、こう昔のなんとかがぶっ壊れてるから見てっていうあのシリーズでも分かった通り、大体新カードが強いんですよね、最初は。それはあんま良くないということに、なったらしいです。うん、正解。プレイヤーにそのカードをレベルアップするために寄付、トレード、課金する理由になるからです。ああ、なるほどね。ケンツメシよく課金シリーズっつってさ、課金してたじゃん。まあ、ゴボウリもそうだし、ガムライダーもそうですね。そういう感じにさせてしまう。あとはトークンとか、一気にこう使って、みんな乾燥させないといけなくて、もう新カードが強いってなると、もう勝てないわけなんですよ。課金しない人たちは。だし、ちょっとしか課金しない人も不利になっちゃうので、言うたら札束切りになっちゃうと。それはダメだと。なので、新カードは若干弱い状態でリリースしています。最近は。ほうほうほう。なるほどね。まあ、ウォールブレイカーとか、若干弱いね。これにより少しずつ、バランス調整をちょうどいいところまで強くしていくことが可能になります。しかし、基本的な調整ターゲットは使用率の低いカードです。うん、そうやな。メタゲーム、環境に、影響を与えるべき。しかし、何らかの理由で参加できていないカードたちです。はい。これらのカードをいじるのは危険、もあります。まあそうだね。すでに使用されているカードに変化を加えるからです。まあそうだね。例えば急に、レイジをゼロコストにしますとかなったらね、もう頭おかしいじゃんみたいな。まあまあそういうことでしょうね。まあまあそれは持ったけど、今使われてないカードを強化するっていうのはそういうことですね。我々のスタンスとしても、もし現在皆さんが使用しているカードを作り直す場合は、以前より強化になるようにします。今回はファルチェ。はいはい、なるほど。ですね、とあるカードいじるときに、だいたい強くなるよってことですね。作り直す。ちょっと性能を変えるってことですね。まあ、ペッカとかもそれに近かったのかな。ちょっとなんか、射程伸ばして、みたいな。体力減らして、みたいな。例えば、空に攻撃できるようになったシリーズだと、何があったっけな。なんかのカードが空に攻撃できるようになって、ぶっ壊れたんですよね。なんだっけな。何かが空に攻撃できるようになったよね、ユニットが。覚えてないですけど、忘れちゃったな。ザッピーだ。ザッピーがさらに攻撃できるようになって、みたいなね。それ作り直すときは以前より強化になるようにします。今回はファルチェ。ファルチェの射程減らして攻撃上げて、みたいな話してたじゃん。それが今回ファルチェ。明日の発表では多くの人の目が飛び出るでしょう。ここだね、ここがタイトルの回収です。最初の週、まあ明日調整されたとき、皆さん私をクレイジーと呼ぶでしょう。気が狂ってるってことですね。強すぎて弱体が必要という人もいると思います。しかし、これが私たちの結論です。カードを作り直す場合は、それは大きなインパクトだってメタに変化を与えるものにします。もし次の月弱体化になれたとしてもです。その反面、新カードに関しては安心してください。足りない部分を毎月補う調整を行っていく予定です。皆さんがちょうどレベルが上がるくらいにいい状態になるようにです。ということで、まあ、トリトンとかは時間かけてゆっくり強化していくよっていう。今後新カード出すときは、まずは様子見で、見ていくんだけど、そこから徐々にいじるよって感じなので、まぁ、ちょっとなんかワクワク感が減っちゃうよね。なるほど。クレイジーか。じゃあ俺はクレイジーと呼ぶわ。うん。今日からクレイジーセスって呼ぶわ。オッケー。だってもう公式公認じゃん。ファルチェ使われてるし、実際ファルチェで取る高い人いるしな、今。なんだよ。ちょっとドヤ顔で言ってるやろ。ちょっと、明日は私のことをクレイジーと呼ぶでしょ。ドヤ、決まった。かっこいいっつってな。言ってそうなんですけど、まあまあ、ファルチェ使ってこうか。グラチャレ。俺もう全然触ったことないですよ、ファルチェなんて。なんですけど、やっていきましょう。現時点でも強いじゃん。さらに強くなって、目ん玉飛び出るぐらいって言ってるの、もうなんか、怖いよね。やめてほしい。なんか、なんだろう。でもな、散々、俺らの期待裏切られてきてるんで、目ん玉飛び出るとか言って、実際そうでもなくね、いや、ファルチェ弱くねとかなるかもしんないんで、そこにワンチャンかけるんですけど、一応みんなに伝えておきます。今ね、11時59分。で、多分この動画日付変わって動画出てると思うので、この動画見てる日付変わって今日ですね。今日に
発表、まあツイッターでされると思うので、まあよかったら公式の方ツイートフォローしたり、まあ俺のツイッターとかもね、リツイートとかなんかコメントつけると思うんで、よかったらチェックしててください。グラチャレがマッチングしませんね。そうで、なんかアイスピー、キタシタン、ファブゲーミング所属のキタシタンっていうプロプレイヤーがいるんですけど、 YouTube やってて、なんかアイスピーのテクニック講座出してたよね。めっちゃ参考になるんで、まあ、それも概要欄貼ってくんで、よかったら見てください。めっちゃ頑張ってたんでね。いやー、グラチャレマッチングしねえな。どうした、俺のファルチにビビってんのか。みんなとりあえずショップでも見とくか。これね、スターポイントのためだけに買ってます。マッチングがいい。いやー、なんかな、壊れるって分かっててどうなるんだろう。クレイジーと呼ぶでしょ。クレイジーセスも言われてんだよな、すでにクレイジーって言われてるんだけど、クレイジーの状態のさらにクレイジーでしょ。もうそれはもうね、予想ができませんよ。ちょっと待って、マッチングしませんね。まあ気長に待ちますか。ちょっとはね、 YouTube 見てる方はポポポポポと飛ばして、雑談好きな方はね、このまま聞いててください。なんやねん、アンストッパブル。お、待て、プロプレイヤー来たやんけ。勝ちてー。アンストッパブルはね、レッドブルの大会優勝してからのプロプレイヤーですね。ノバに入ってるはず。アイスピースケー、ディガから行くか。はあ、ファルテ出してあげて、あー、スケ切ったの地味にしんどいな。はいはいはい、きつくね。これ吸ったらさ、吸ったら多分工場が来るんでダメだな。あー、これ相手ペッカなんで、バルーンは刺さるけど防衛が大事ですね。どこに何当てるのがいいんだろう。ファルチをペッカに当てて、後ろトルネでやりつつか。古城ババがいる。相手雪玉切ったんで、ここバルーン行きましょう。ラムライダーね。ギガで守ってあげて、これトルネで起動したら多分負けるな。いや、ザップイート。いやー、起動でよかったかな。ダメージは入るんですね、バルーンは。大体ダックプリと、あれだね、ポイズンと、あれを持ってるはず。ペッカと、マジアチャ。アイスピ出しといてあげて、スケ出しといて、これ行こうか。マジアチャがクソ強かった。マジアチャがクソ強い。ファルチェ出す、スケ出す。助けてー、うまく使えません。助けてください。これ言うてでもいけそうだよね。ラムだからちょっとしんぶいのかな。どっかでトリネで金起動してもよかったなーっていう説はありますね。ちょっともう一回行きたいけど、グラチャレが終わってしまったので、難しいね。まあ、GG だな。うまかったっすね。まあ、相手は仕上がってた。まあ、でもファルチェ強いと思うんですけど、この相手だとちょっと分かりづらかったかな。まあ、ラスト一戦、マルチはどうだろうな。いけっかな。マルチ一戦だけいって終わろうか。多分勝てない。なんすけど、ファルチ自体は強いカードなんでね。まあ、それやって今日は明日クレイジーセスになるよっていう、クレイジーセスになるよってことだけ知ってもらえればいいかなと思います。まず待って。なんだろうな。意外とこのデッキむずい。トルネードと、スケアイスピを連続で裂いちゃうサイクルがきつかったのかな。
あとマジアチャがね、ここでバルキー出してアイスピでこっちダクプリずらしたけど、マジアチャにずっと縛られてたんでね。やることがない。これファルチでいいんかな。ペッカバルンっぽくね。地味にこのデッキペッカ受けがきついか。さては、コウモリ切った。これあと相手あれしかなくね。あれしかない、迫撃しかない。ファイボーで防衛か。一発入らんかな。あー惜しい。ファイボーで完封っすね。アイスピ出しつつファルチ出してペッカくる。トルネードでこっち戻してうまく貫通与えつつ守っていく。バルキーどこに出そう。そこか、オッケー。まあここのダメージは強要ですかね。コウモリ、これしてさ、ザップ構えとけばさ、相手コウモリしかいなくね。告げるか、あそこ。出しつつ、お、いけんじゃねこれ。惜しいな。ファイブ取りゃしない。入れ。おー惜しい。なんで俺のバルーンは入らないんだ。なんで俺のバルーンは入らんのや。どうやこれで。バカさえ入れば。オッケー。これ一旦待ってあげて。これどうや。相手しっかり受けてくるね。いやーなんか渋い。一匹タゲ取らせてから渋いね。これいってあげて、守ってあげつつ、ここ狙われるかな。惜しい。負けそう。うまいなそれ。
もう一発入る。いやー負けたくせくねこれ。あー惜しい。わかんねえって感じなんですけど、ファルチは現時点でもまあ戦えるっちゃ戦えるんですよね。でこれは俺がまだこのデッキをね、まあこの動画で初めて触ったレベルのまあ仕上がりなんですけども、上手い人はもっと使いこなせてる現状なんですよ。で、まあ、上手い人が使うファルチはまあ上手いんですけど、俺が使ってもまあ言うてそんなにファルチ弱くねってはなんなかったじゃないですか。まあ剣詰め師のバルーンが弱くねっていう話だったと思うんですけど、なんかねそこのなんだろうな、俺が使っても強いファルチがさらに強化されるってなると、まあ俺も使わざるを得ないよねみたいな話になるので、まあ明日のクレイジー説に期待しましょうって感じで、今日は楽しみにね、して寝ましょうという感じで、こんな感じの動画でした。まあアイスピの上手い使い方とかは北下の動画見てもらって、このバルーンのね動画上げてる人いていたような、このバルーンの動画ね上げてる人いたようないなかったようなって感じなんですけど、日本人でこのデッキ使ってる人多いのでね、よかったらまあツイッターの方で調べたりしてみてください。ではおつめし、なんかガチのゴレデッキとか人技デッキとか見たい方は過去の動画見てください。